リムノス島、リムノス島、リムノス島は、エーゲ海北部にある島。レムノス島などの表記も用いられる。面積は、約4 7 7トルと広く、ギリシャでは8番目に大きな島である。古典ギリシャ語では、レームノス島、で、超音を省いて、レムノス島とも表記される。トルコ語では、リムニ島、と呼ばれる。大部分が山だが、肥沃な谷もいくつかある。 主要な町は、西海岸にあるミリナと、島の中部南に大きく湾曲したマウドロス湾東岸にあるマウドロスである。ミリナは素晴らしい港を有していて、そこはこの島の交易の中心地となっている。リムノス島の気候は、おおむね地中海性気候である。冬は、通常穏やかで、秋には、強風が吹くのがこの地方の特徴である。古代ギリシアの時代。 リムノス島はタンヤの神、ヘイパイストスに捧げられていた。イリアス、i590ff の中で、ヘイパイトス自身が語るには、父ゼウスによって、オリンポス山から、真っ逆さまにと、落とされて、落ちた場所が、リムノス島だったということだ。イリアスによると、ヘイパイトスは、あるいは、アポロドーロスの、ビブリオ提型、砲役名、ギリシア神話。i3.5 によると、 女神テティスの看護を受け、トラキアの乳兵、妊婦のキャバイロ、プローテウスの娘と共に、と呼ばれる種族を生み、彼らに捧げる神聖な儀式が島で取り行われたいう、ことである。ヘイパイストスの火事場は、火山島の特徴を示しているが、アイタレイアは時々噴火したと言われている。古代の地理学者パウサニアスは、リムノス島の近くにクうリセ、 と呼ばれる小島があったが海に沈んだと説明している。しかし現在のリムノス島の山々はすべて鹿山である。リムノスという名前はトラーキア人の間ではキュベレーの称号だったとミレトスのヘカタエオスは述べた。また、この島に最初に住んでいたのはトラーキア人の部族でギリシア人は彼らのことを略奪者と呼んでいたとも。アポロドーロスはディオニウソスが ナクソス島に置き去りにされたアリアドネを見つけ、リムノス島に連れて行き、そこで、トアース、スタピロス、ペパレートスを生んだとしている、ビブリオ提携、キリシアシンは適用 IQ。また、ダイプリニウスは、博物史の中で、リムノス島のラビジントスについて語っているが、現在に至っても、その実在は確認されていない。有名な言い伝えでは、島の夫たちが、 トラキアの女性たちに夢中になって、相手にされなくなった妻たちは、その復讐に島中の男性を殺したという。この蛮行から、古代ギリシア人たちの間に、ということわざが生まれた。その後間もなく、アルゴナウタンが上陸した時は、島には女性しかおらず、トアース王の娘、ヒュープシピレーが統治していた。アルゴナウタイとリムノス島の女性たちから、ミニュアース人、という部族が生まれた。 イアソンとヒュープシピレーの子であるエウネオス王はイリオス、トロイのアカエア人たちにワインや食料を送った。しかしアッティカから北によってミニュアース人は島から追い出されてしまった。こうした伝説の基礎を成している歴史的な要素はおそらくこういうことではないだろうか。つまりトラキア人たちはエーゲ海の点在する島々を統一するための 公開術を始めるにあたって、徐々にギリシア人との交流をするようになった。トラキアの住民たちは、ギリシア人の水夫と比べると、技術的には未開だったのである。キュベレー崇拝は、トラキアの特徴で、非常に早い時期に小アジアから広まったものである。キプシピュレーモミリな、主要な町の名前も、アマゾンの名前で、アジアのキュベレー崇拝と常に関係している。 他の伝説では、ピロクテテスは、トロイに行く途中、ギリシア人によって、リムノス島に置き去りにされた、とある。オデュッセウスとネオプトレモスが迎えに来るまで、ピロクテテスは、足に負った傷で10年間、この島で苦しんだ。ソポクレスによれば、ピロクテテスが住んでいたのは、アイスキュロスが、アルゴスに、トロイ陥落の知らせを告げる、かがり火の設置場所の位置にした、ヘルマエウス山のそばだったという。 インドヨーロッパ語族には属さない前、ギリシア語、エトルリア諸語のの痕跡が、紀元前6世紀以前の母妃の名に見つかった。ホメロスは、レムノスと呼ばれる島に一つの町があったかのように、話しているが、有志時代にはそうではなく、ミリナ、カストロと主要な町であるヘファエスティア、という二つの町が存在し、ヘファエスティアのコインが極めて大量に発見されていて、 フクロウと一緒の女神アテーナー、土着宗教のシンボル、ディオスクロイの帽星、アポローンなど、様々な絵柄がある。ミリナのコインは見つかっていない。アテナイ人に占領されていた時代には、アテネ様式のものが生まれた。見つかったコインは少ないが、どちらかの町の名前よりも島の名前が付けられている。より検証可能な時代に入ると、リムノス島が、ダレエオス一世の将軍、オタネス、 によって征服されたことがわかっている。しかしすぐにトラキア半島の選手ミルティアデスに奪われた紀元前510年。ミルティアデスは後に故郷のアテナイに戻って、それ以後マケドニア王国に併合されるまでリムノス島はアテナイの領土となった紀元前197年、ローマ人は島はどこの領土でもないと主張したが、 紀元前166年には名目上の所有者であったアテナイに島を与えた。紀元前146年にギリシアがローマ帝国の属州となり、リムノス島もローマ帝国領となった。ローマ帝国の分裂後は、リムノス島は東ローマ帝国のものとなった。他の東部地域と同様に、リムノス島の所有はギリシア、イタリア、トルコへと移っていった。 1476年、ベネツィア共和国と東ローマ帝国はオスマン帝国の包囲攻撃から村を守った。しかし、1657年、カストロ、ミリナが36日間の包囲攻撃の後、トルコに占領された。1770年、カストロはロシア貴族のオルロフ伯爵によって占領された。ロト戦争の期間には、 提督がリムノスの海戦とも言うに勝利した。1912年第一次バルカン戦争の間はリムノス島はギリシャ王国の一部となった。第一次バルカン戦争中の1913年1月18日にはここでリムノスの海戦はこの戦いから名付けられた。第一次世界大戦中の1915年の初め連合国軍は ダーダネルス海峡封鎖のために5 0トルの距離にあったリムノス島を使用した。主としてそれを行ったのはイギリスでウィンストン・チャーチルが熱心だった。イギリス海軍ロスリン・ウェーマス提督は作戦のための未使用の大きい港を準備するよう命令されマウドロス港をその指揮下に置いた。港の大きさはイギリス・フランス領艦隊には十分だった。しかし、 早くから分かっていたことだが、適当な軍事施設がなかった。ガリポリの戦いに向けて軍隊はエジプトで訓練しなければならなかった。ガリポリの戦いが始まると、この港では自己兵たちの対応が難しいと分かった。1915年、戦争は明らかな失敗に終わった。戦争中、連合軍のダーダネルス海峡封鎖は続いたが、マウドロス港の重要性は減じた。 しかし、1918年10月下旬に、トルコと連合国が、九戦調印を結んだのは、そのマウドロスだった、ウドロス九戦協定参照。ロシア内戦の赤軍の勝利後、多数のクバンコサック人たちが、ロシア共産党員の迫害を避けて国から逃げ出した。その亡命先になったのが、リムノス島で、1万8千人がやってきた。しかし、 多くの人々が飢餓と病気で亡くなり、一年後には、ほとんどの亡命者が島を出ていった。現在、リムノス島、レムノス島には、約30の村と居住区がある。人口は2001年現在18,104人。この行政区には、南西約3 0トルのところにあるアイオス、エフストラティオス島も含まれる。この島には、いくつかの素晴らしい海岸とヨーロッパでは、 唯一の砂漠がある。リムノス島は、エーゲ海の戦略上重要な位置にあるために、ギリシャの軍事基地になっている。山腹は、羊の放牧に利用されている。少しのクワや火事はあるものが、オリーブはない。マスカットが広く栽培され、ドライでありながら強いマスカット風味の残った、独特のテーブルワインが作られる。ポリオ国の丘の南西の斜面に、 長編に2列の階段状の座がある、長方形の建物がある。青銅器時代初期のもので、おそらくブルウテリオン、市民の立法会議場の類に使われていたものと思われ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。